南田陽子3月1日から2009年10月21日は日本の女優。東京市芝区三田出身。文化学院文学科卒業。身長155センチメートル。夫は長戸博之。義弟に津川正彦。義前に浅岡幸治。夫の名に真由子。いとこの娘に山田陽子。おいに北田陽一郎。 1954年東京市芝区三田に米国省の娘として生まれる。母親の北田と三子は日本舞踊の師匠をしていた。終戦後、茨城県土浦市に移り、1949年、茨城県土浦第一高等女学校を卒業後、16歳で単身上京し文化学院卒業。水谷愛子に弟子入りする。 1951年大英五期ニューフェイスとして入社。同期に若尾文子がいた。翌1952年の美女と盗賊で映画デビュー。1953年若尾文子と共演した10代の聖典が大ヒット。好評によってシリーズ化され聖典スターと呼ばれた。1955年大英から日活に移籍。 日活の常務の進言により、芥川賞を受賞した、話題作、太陽の季節が映画化されて、長戸博之と共に主演し、こちらも大ヒット。名実ともに、日活の看板スターとなった。1957年の幕末太陽伝では、ささち子と共演して、話題となった。1961年、長戸と結婚。1963年、 サムライの子でブルーリボン女演女優賞を受賞。同年おかしなやつでホワイトブロンズ賞女優賞を受賞。1964年長戸とともに人間プロダクションを設立。大田博之、東香織などを育てると同時にドラマ制作にも乗り出す。この時期よりテレビドラマへの出演も多くなり、NHK の木の川で 日本放送作家協会女性演技賞を受賞。また、女優としての活動以外にも、長戸と二人で、ミュージックフェアの司会を1965年から約16年間、京都放送の交通維持募金キャンペーン、片つむり大作戦のメインパーソナリティを20年以上、それぞれ担当。百七十八年十月から百七十九年九月までの約一年間、 病気で降板した内海緑の後を継いで、クイズダービーの4代目にいわくれギュラー回答者としても出演する。その他、多くのバラエティ番組や CM、ドラマなどへ出演しており、おしどり夫婦のイメージのもとに最晩年まで多彩な活動をしていた。十数年ごとの自宅建て替えの際は南田が自ら図面を引いていた。建て替えの度に建設費用の高額さと、 建て替えまでの期間の短さがワイドショーで取り上げられている。長とは、まだ住めるのに、と、インタビューで不満を漏らすことがあったが、陽子の趣味だから仕方ないと許容する土曜を見せている。1998年には、ート沢村国太郎の介護の経験を中心に綴った、介護のあの時を出版し評判となる。2004年頃から認知症の症状が現れ始め、ドラマや、 映画のセリフが覚えられなくなるほど悪化。2006年に芸能活動をひっそりと引退。専門医によりアルツハイマー病との診断が下された。その後、長戸が雑誌などで南田が引退したことをそれとなく語っていたが、やがて女性週刊誌などが南田の病状について報道し出す。2008年、長戸が徹子の部屋へギスと出演した際に、 夫婦ともども深い信仰がある黒柳哲子へ南田が認知症で要介護状態であることを打ち明け南田の病状を初めて公表。同年には報道発ドキュメンタリー宣言の第一回放送で長戸との闘病の模様が放送され、高視聴率を記録するなど大きな反響を呼んだ。2009年4月1日、意識混濁状態となり、 救急車で都内の病院に緊急入院。長戸は記者会見で混濁した中でも僕を一瞬認めて笑った気がしますと涙を浮かべながらも気丈に南田の状況についてコメントした。翌5月には長戸著待ってくれ陽子が出版された。同年10月9日放送の中井雅宏の金曜日のスマたちへで長戸夫妻を取り上げた際には 取材 VTR の中で、車椅子姿の南田が、顔なじみのスタッフに、ねぎらいの言葉をかける一幕もあった。その取材映像が、南田洋子の生涯最後の公の映像となった。2009年10月17日に、自宅で倒れ、雲膜下出血との診断を受けて病院に再入院。既得状況が続いていたが、意識が戻らず、同10月21日に、 東京都文京区の順天堂大学医学部付属順天堂委員で死去した76歳だった夫の長戸は明治座で舞台公演の仕事があったために南田の最後を見取ることはできず10月21日の夜にさよならも言わずにこの世を去りましたと悲しみの記者会見を取り行ったなお南田の葬儀は長戸の公演が終了した十月二十九日に つや、翌10月30日に国別式が港区の増上寺で営まれ、長戸が模試を務めた。遺体は品川区の霧ヶ谷斎場でダビに付された。法名は、加徳院尺にお愛。い。萩本金一、大林信彦監督、万田久子が長寿を読んだ。テレビドラマの遺作は2006年日本テレビ放送の、戦国自衛隊、関ヶ原の戦い。 映画作品の遺作は2007年8月18日公開、22歳の別れライクラス用水花水物語である。南田の死から約1年半が経った2011年5月21日に、夫の長友、脳出血でこの世を去った。ありがとうございます。